セントジョン校長。大佐、一緒に来てくれ。なんや。あれか。ウィーバーの、なんや。研究成果か。準備はいいか。ああ、はい、大佐。準備万端です。ああ。いつでも行けます。これは一体、何ですか。ウィーバー少尉の武器が完成した。これから試してもらう。そういうことだ。大軍を吹き飛ばすぞ。え？伍長、何か問題でも？いや、そんな、ありません。ああ、いいですね。早速出発だ。よっしゃ、そこだけな。諸君、新たな時代の幕開けだ。頼んだぞ。ウィーバー少尉、いいか。はい。大軍倒すの？倒せんの？よし、これから。大尉はここに残ってくれ。俺が一人でやる。何？知りたいのか？いや、だから一人で行った方がいいんだ。ウィーバーの火炎瓶はすごい威力だが、二人だけで大軍をいっぺんに倒すことはできないだろ。だから俺が注意を引きつけて、奴らの数を少しずつ削りながら死ぬ気で逃げ回る。それで罠でも仕掛けて動きを鈍らせれば、あとは一気に片付く。まとめて吹き飛ばすだけだ。いいか、二人で行ったとしても混乱するだけだ。お互いに敵をぶつけ合っちまう。だからあんたは残ってここから見張っててくれ。俺がしくじったら乗り込んで救助を頼む。ん？他に作戦あるか？いや、ないな。ディーコ、なんてこと言うね。火炎瓶と弾は俺のバッグにある。ああ、そうか。そいつは助かるよ。あ、これ。ああ、いいぞ。ん？何これ。遠隔爆弾。まずどうする？言ったろ、何とかして動きを止めるんだ。奴らはバカみたいに密集して動きが鈍くなる。トラックとかビルの間の狭い場所に引き込んでやれば少しは時間が稼げるはずだ、うん、その状態になったら十分な距離を取って一気に焼き尽くす。そうだ、これを何度か繰り返してればいずれ片付く。いけそうか？まあな。幸運を祈る。運に頼るつもりはないがな。よし、突入する。ああ、何かあれば言ってくれ。了解。量多すぎん？初手からあかんやん。おい、こっちだぞ。うわあ、ちょっと待って。あちゃ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 あ、痛い痛い。減ってる。くそ。ちょっと待って、無理くね。どのくらい減った？4分の1ほどやった。続けろ。
ってるって。うわ、痛い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 。まだ？おい！お前ふざけんなよ、もうちょいやったのに。届いてんのかな。それ死ね。届いてなかったし。これは唯一を見つけたのだよ。ああもうバカ。大軍があかんの。ほら飯が走ってるぞ。捕まえてみろ。なんでバレる。
来た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 。まずいぞ、逃げろ。そのつもりだ。どけ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 、どいて、もうなんであっこでミスんの、最悪や。あれ登られへんの、登れよ。ほら言う、ほら燃えちまえ。おお、すごい燃えるね。いいぞ、ナパーム火炎瓶は成功だ。炎がよく見える。そうだな、まだあるぞ。燃やせ、やつらが見えた。あっ、くらえ。気持ちいいぐらいに燃えるな。よしよしよし、いい感じ。作戦通りだ。もう注意や。よし、今燃やすぞ。あよ、足が走ってるぞ。捕まえてみろ。思い知ったか。これでも食らってる。セントジョン、そっちに行くぞ。ああ、分かってる。あら、痛い痛い痛い。ここまで来て死ぬのは嫌。かかってこいよ、お前ら。
もうちょいやまやけどな。いや、まだ大丈夫だ。なあクーリー、今ので最後だよな。信じられん。見事だ。うい。大軍を片付けるとは。ああ、こんなもん。余裕だぜ。よし。サラ、いるか。吹いてかしおい。こちらセントジョンだ。聞こえるか。おい、いないのか。ナイス。タイ、ウィテカー少尉に連絡したが応答しない。実験の報告か。ああ、きっと喜ぶ。そうだな。まあすぐに会える。ウィーバー少尉に言うな。俺が直接伝えたい。ああ、じゃあそうしてくれ。きっと大はしゃぎだな。いや疲れた。5、6回死んだで。ポリスチレンな。問題ポリスチレンじゃね、多分。あのなんや、よう似た形がちょこちょこ見とったから。よくやった。ウィーバーのおかげだ。あんなの見たことない。よくやられなかったな。大軍に張り付かれてアドレナリンが出まくってたんだろう。この戦争本当に勝てるかもしれない。なあ、どうだった。ああ、残念だが。そんな、失敗か。もうお前にできることはない。うまくいったからな。本当か。見せたかったぞ、見事なもんだ。ああ、そうか。今夜は将校の食堂で祝いだな。こりゃ、昇進待ったなしだな。来ないのか。ああ、後から行くさ。先にちょっとやりたいことがあってな。じゃあ後でな。これで最後だ。何も壊すんじゃないぞ。中には替えの効かないものがある。何なんだ。ああ、少尉はどこです。セントジョン校長。すみません、大佐。気にするな。研究開発に携わる人を移動させたのだ。移動？どこに。ああ、頼まれてた物資を届けないといけないんで。なるほどな。実はそうだな。ついてきてくれるか。さあ、なんか不穏な空気。